はい、おはようございます。釣り屋のヒロです。今日も、GT やっていきたいと思います。4月なんでもうお客さん始まってるんですけど、ちょうどちょっと入ってない日で結構いい天気やったんで、なんか出えへんのももったいないなと思ったんで、遊びの釣りしようかなと思ってきました。まあ今日は全然歩いてない言うても、まあ多少は吹いてますけど、まあめっちゃ出そうやなって感じで、今からちょっと GT フィッシングしていきたいと思います。あとちょっとタックル紹介だけしておきますね。今日使うのは、ヘッドディップ175のフラッシュブーストピンクですね。まあまあこれ別に特に何色がいいっていうのはないと思います。で、ロッドが、シマノのオシアプラッグ ABG の、モンスタードライブの硬い方で S86H です。ダリルが14000番にラインがオッズポート65300で、リアが170です。で、中にこの指で気づかんようにスクラム16っていうのを入れてます。これなんか前まで俺はこの結び目がこの B とリーダーの結束部分、このガイドに入らんぐらい、もうほんま 1m も1キロもないぐらい、このぐらいでしとったんですけど、このスクラム16っていうのをつけるようになってから、別にガイド見えてもなんかガラガラガラってなったり、先っぽにこう絡まったりっていうのがだいぶなくなったんで、これちょっとおすすめです。まあよかったらまた今度このやり方とかの動画出したいと思います。それでは今日はこいつってでっかい GT 狙っていきますね。原田さん、はい、行ってきます。はい、今、うん、来た、お、来た、周り出とったのか、うん、出てた。軽い、面白いな。ホッパーで出てるやん。うわ、ホッパーで、バラクーダか。バラクーダ、うん、そんなにでかくないんですけど、バラクーダがさっきからボクボク行きとった。出た、あ、これはでかい、でかいね、でかい、やった、
かなか。超でかい。超でかいやかな。やばい。だって俺の足よりでかい。長い。ガッ。じゃあ失礼します。いきます。2本目めっちゃいい出方しましたね。 GT 思いました。ラクーダにやかなと来たな。このコースはあなたメインやね。メインよ。メインじらしたらダメですよ。じらしてじらして。本当にもういいですよ。
よ。赤鍋シャンパンです。おかわりです。おかわり。熱ばっかりおかわりしてるわ。A サイズばっかり。よいしょ。でかっ。よいしょ。これもでかいっす。今日3本目の赤菜。 GT は出ないけど赤菜ばっかり。あー3本目GD がついた。赤菜で体力持ってかれるわ。ツルツルなってことだ。うわ、そぶれそう。ちょっと糸変えます。さあ、ちょっとアタナちゃんにボロボロにされたんで、今からスプールを交換していきます。またリーダーつけると時間かかるんで、よいしょ。これは最初からスプールにもうリーダーつけてるやつです。これがフルドラグですね。フルドラグ6号でリーダーは170。これをもう作っとけばもう簡単です。もう付け替えるだけで、あとまたルアーつけるだけで OK。 スプールが1個あると助かりますよね。赤菜ばっかりやばいわ、マジで。何してんねん赤菜。でフルドラグから半周戻しだけ。スクラムつけてリーダー長くできるから、こういう GT とかの根に入るときはいいっすよね。マグロとか別にね、全然長くなくてもいいなと思うんですけどね。根ばっかのやつ GT はほろほろやばい。ダメですね。これだけ本気で投げても出えへんってことは出えへん。はい、というわけで今日は、船とか今全部洗い終わって、やっとは終わったところです。めっちゃ今日は暑かったっすわ。で、超過的には、赤菜が3にバラクーダ1に、あとまあ GT っぽいのは2回バイトあったんですけど乗り切らんかったんで朝一で。悔しいなぁ。まあ明日からまたあのお客様なんで、バッチリ僕が釣れんかった GT を釣っていただこうと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、通知、高評価よろしくお願いします。またヒロ君ヒット。うおー。